明けましておめでとうございます。映像クリエイター山本です。年末年始どうお過ごしでしょうか。お餅は食べましたか。僕は食べておりません。今日は初詣に来ております。で、今日は何をするかって言ったら、初詣の PV を撮っていこうかなと思って、で、モデルのアンジェさんどうぞ。おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。ね、今日は、ね、はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アンジェさん着物に来ていただいてですね、今日は初詣を撮っていこうかなということで、ね、日本の文化ですよね。はい、はい、アンジェさんでも初詣は全然やったことあるよね。はい、ね、着物を着るのが初めて。そうなんです。嬉しい、よかったということで、初詣で PV 撮影行ってみましょう。今日の撮影はね、スピーディーにしなきゃいけないんでね、まあ、ジンバルはこのオズモモバイルを使います。これ 何のシリーズかというと、オズモモバイル 4SE っていうやつですね。まあ、去年出たやつですね。で、プラス BMPCC 6K プロの手持ちストラップつけてね、こう手持ちで撮っていこうと思ってます。今日はスピーディー撮影でいきますよ。頑張ります。今日は着物の撮影です。初詣をテーマにした PV の撮影としておりますけども、アンジェさんがね、着物を初めて着るということでワクワクしてますけどもね。まあでもね、着物初めて着る方って撮影気をつけなきゃいけないのが、帯がね締まってて苦しくなっちゃうんですね。それで途中で断念するっていうこともあるんで、できるだけ早くね、あの撮影したいなと思って間髪入れて2シーン目も撮影しましたけども、でもね、集中しすぎてね、僕のフード見てくださいよ、ペローンってね、裏地めくれてますよ。もうずっとめくれてますよ、これ。もう裏地がペローンめくれてますわ。もうほんま、もうどうしよう。続きまして、お清めする場所です。ここの神社は龍から水が出ております。で、お清めの作法っていうのがありましてね、まず左手をね、水を清めるんですね。左手からもう一回見てみましょうか。まずはちょっと躊躇してるか、左手を清めて右手を清める。そして最後に余った水で絵の方をね、清めるということで完璧でしょう。今回は口をね、清めるのはね、コロナの影響もありますので省きました。さあ、脇道の撮影です。石を舐めてからのモデルさんの後ろ姿、ここのね、撮影はね、構図を意識しております。ライン構図というんでしょうかね。で、このライン構図すごい僕思い入れがあって、中学生の時に美術の時間にね、まあ、絵を描く授業だったんですけども、その時にね、ライン構図で絵を描いてくださいということで、僕ね、友達のね、絵を丸パクリしてね、そのまま描いたんですよ。そしたらね、美術の先生にね、褒められましてね、パクった僕が賞を取るという。友達はですね、お前ええ加減せよって言ってましたね。いやー、もうあの思い出がね、思い出されますね、この構図を見るとね。で、まあライン構図もやりつつ、モデルさんに真ん中に寄せて日の丸構図という
構図をやっております。でアンジェさんがね着物初めて着るということで、まあ、全身もね撮ろうということです。まあ、全身もね撮ってあげたらねアンジェさん喜びますんでね。で着物全体の姿をねこうやって残してあげるとアンジェさん喜ぶと思って撮っております。着物のね後ろ姿もね撮ってあげると喜ぶんでね、アンジェさんの着物の全身の後ろ姿を撮っております。でアンジェさんにはね自由に動いてくださいという風にお伝えしているので、もうね勝手にこうやってくるっと回ってくれるのがアンジェさんのいいところですね。ここの神社は京都の名所とねよく似てるんですけども、この朱色のね鳥居が連続であるっていうところがねすごい特徴的で、僕もね好きなポイントなんですよ。で今日は撮影してる日がねすごい晴れてて光がいい感じで入ってくるんですよ。これがね映えますね、ここすごい素敵な場所で、モデルさんのためにインスタ撮影もやります。これもすごい重要なことですよ。モデルさんがねこうやって自撮りしたりもするのがいいですね。ここの神社は芸能の神様が祀られているということで、僕たちもですね芸能に関わることなのでバッチリの場所なんですね。奥に行きますとねでっかい鳥居と長い階段があるんですよ。でそこもねすごい映えるポイントで、ね、この階段上がるのも必死のパッチですよ。でもねここがねすごい素敵な場所でね、こうやってアンジェさん自由にね動いてくれるんでね本当助かります。でくるくる回るとね周りマンションだらけでねこれはダメだわと思ってね使えないと思いながら撮影しておりました。とうとうラストシーンです。今回の撮影はね iPhone を9割方使いました。で、まあ、日中なんで光がいい感じなのでね iPhone でもまあグレーディングなんとかうまいこといくだろうということで編集頑張りました。それではどうぞ。ということで撮影終わりました。アンジェさんどうでした今日？
いやもうすごい新鮮なことだらけでめっちゃワクワクしてましたすごい新鮮な気持ちで新鮮めっちゃ着物大丈夫だった苦しくなかったあ大丈夫ですかあよかった、うんうん、よかった、ね、あの着物、ね、撮影慣れてなかったらねあの体力的にしんどかったりあとここの、ね、帯が苦しいとかって言ってね途中断念する場合もあるんですけどね今日はなんとかうまいこといきましたやったということでね今日の動画はここまででございますもしねこの動画が良かったら高評価チャンネル登録お願いしますベルマークもねつけてくれたら嬉しいですということで次回の動画で会いましょうさようなら。